プレスの方を始めていきますここからは音声入りますので、ご注意くださいはい、では、えー、っと収録の方を開始していきますよろしくお願いします 皆さんこんこにちは高坊のキックオフ第16回目始めてまいります今日はなんと初めてのスタジオ収録というスペシャルな日を迎えることができましたと言いますのも規制に合わせてセッティングしていただいたのでえ非常に感謝しておりますで本日はですねその規制のタイミングと合わせまして私の敬愛するパーソナリティの方をお呼びしております 月曜日の十三時半から。部屋活幸せの鍵はお部屋次第。のパーソナリティ。前海美紗栄子様です。よろしくお願いします。こ、ええー、こんにちは。よろしくお願いします。 あの、ノノノ <laughs> ありがとうございます。あの、呼んでいただいて光栄でございます。い,ますいつもはもう月曜日。はい。ツイキャスをにぎわせてしまいました。申し訳ないと思います。いえ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 、あの、いつも本当に、はい、あの、楽しい、あの、コメントで。はい、すごく楽しませていただいてます。<laughs> ありがとうございます。うますそう言っ <laughs> ちょっと先にですね。前回の振り返りをしてまいります。えー、っとですね。十二条に関して、ファウルと不正行為で。アドバンテージを適用するということをお話ししました。で。 得点または決定的な得点の機会を潰したんですがそこでアドバンテージを適用するとレッドカードからイエローカードへ格下げとなるであとスパといいまして大きなチャンスとなる攻撃を妨害または阻止した場合でもアドバンテージが適用できると、まあ、イエローカードからカードなしという判定になるということなんですがここで前回お話をしてこなかった部分として カードが出ないイエローカードからノーカードなんですがそのファウルの質が無謀なファウルになった場合それはラフプレーとしてイエローカードは出ます、うん、アドバンテージを適用してもラフプレーに関しては免除されることがなくイエローカードが出ますのでこの辺は審判の方もぜひご注意くださいということで一応まあその前回の補足なんですけれども でもう1つ、ですねやはりあの再確認していきますけれどもファウルを取らなかったということに結果的にはなるんですけれどもで両チームからなぜファウルを取ってくれないんだということがあるんですがやはりあのファウルは認識しています主審の方はただチャンスとなる場面だったのでアドバンテージを適用してプレーを続行させていますので笛が鳴らなかったということでノーファウルではありませんということだけはあの 分かっていいいたただきたいとということですでアドバンテージが適用できる条件として、まあ、4つの場面があります4つのまあ条件がありまして反則の重大さで反則が行われた場所で素早く大きなチャンスとなる攻撃の機会があるかどうかそれと試合の状況というのがありまして反則の重大さというのが反則のまあ質といいましょうかその衝撃度が強いとそれはもう ほぼレッドカードになりますのでアドバンテージを適用するにはふさわしくないと。なので反則としてはやや軽めの場合。あと反則が行われた場所がゴールにより近ければ非常に効果的であると。なので自陣の深いあのゴールキーパーの立っているようなところからかけても効果は薄いのであまりこういい評価はされない。いい場面ではないと。によって 得点へ向かかかううチャンスが広が広るかどうかその辺も見ななきゃいけないけと,と試合の状況、雰囲気というのが4番目にあるんですけれども、これは序盤からもうファウルをしっぱなし、もう多くの場面でファウル、ファウル、ファウルばっかりだと流してしまうとより荒れますので、それは流せない、流しにくいということで試合がフェアに行われている状況であることが、まあ、1つの適用可能な条件になっていきます。 とということで前回のおさらいということをいたしました。で、えー、まあ先日以来、あの私のツイッター X なんですけれども、そこでご質問など、募集してはおりましたけれども、なかなかないと、で、真由美さんから、事前にこうご質問がありましたら、お願いしますねということで、いただいたのがございます。 それをちょっとまず、回答してままいります、まあ、あの息子さんもサッカーをなさっているということでそうなんですよ、はい、でどういった道具を用意したらいいか例えばボールに関してなんですけれどもさっきも言いました U12 年代以下に関してはボールは459を使いますイメージとしてはフットサルのようなちっちゃなボールですねあのイメージを持っていただければと思います。高坊さん聞いていていすか、はい えっと、もう本当にもう私、サッカー、私、テニブスの方だったんですね、なので、はい、サッカー全く知らなくて、はい、教えてほしいんですが、はい、4号から何号までありますか基本的には4号級と5号級、5号級は中学生年代以上、<お>大人も含めてが5号級、はい、ちょっとボーリングのような大きさですかね、あのイメージとしては、あーボーリングのような球の。 なるほどなるほど。四号球がフットサル並みのちょっとちっちゃなイメージ。なるほど。やっぱちっちゃいと、はい、あのまあうちのまだ子供の体格なので扱いやすいということでおすすめっていう感じですか。はい、あの息子さんは今何歳今ですね。あの九歳小学校四年生です。そうしたら四号球で十分ですね。あそうなんですね。あありがとうございます。はい、であとボールもですね。うんうん、あの検定球、承認球というのがあるんですね。うん、要は JFA の方で そのボールをチェックして、これは規格にのっとったボールであるという、まあオッケーをもらえたボールがあるんですね。あのボールの外側を見ていくと、JFA とか、あと FIFA の、まあちょっと英語なのでちょっと発音忘れましたけれども、まあその承認球というのがあるので、それは間違いなくまあいいボールです。あの勝って問題はない。あ、あじゃ、J JFA か FIFA のマークが書いてある検定級とか書いてあった方がなるべくそこを選んでも勝った方がいいといすねそれは間違いないただちょっと値段は高いですそうでもマークのついてないものは使えますけどもちょっと安いただし試合では使えないです公式の試合ではそういう検定マークの入ったボールしか使えないのでなので練習だけであればスポーツショップとか大型店舗とかで なるほどそれなりのボールで十分いいけまますすあ,、はい、ありがとうございますそれと次はですねサッカーの上達法についてなんですけれども、はい、えちょっと私あの選手指導をやってはおりませんので、うん、あの YouTube とかでよくあの、うん、サッカーの選手だった方とか指導者が、はい、まあ映像とかアップされてると思いますので、はい、そちらをちょっとご覧いただいた方が適切かと。 じゃあ聞いていいですか。<はい S 1> 高保さんおすすめの例えば選手、この選手見た方がいいよとか、例えば高保さんが見てあのこう試合とかよくあのやる子どもたちとか選手見てあこの子伸びそうだなっていうなんかそういう特徴ってありますか。特徴あ,あ特徴というかまずなんかこの選手の動画おすすめだよっていうもし教えていただけたら。 でもいろんなその J リーグ経験者とか映像、ユーチューバーかな、うんうん、なさってますので、うんうん、どれとはちょっと一概には言えないので、うん、そのいろんな項目でこうチェックして、検索かけて、はいでお、息子さんがどういったものを望んでいるのかで、ちょっとまあ検索して、見ていいいた方がいいかなと最初はですねやっぱり、息子もあのテックに走ろうとしてって、このうん、よくあの、 でみんな足で蹴ってるじゃないですか、はいえー、今それを一生懸命練習してるんですけどもなんかこう今9歳とか10歳とかやり始めて半年ぐらいなんですねどういうのからなんかスタートしたらこうでもやはりあのどの競技でもそうですけれども基本的なボールさばきをまずあの子どもの 段階であればやった方がいいですね。あのテクニックに走るよりもうん、うん、そういう基本的なところがうん、うん、どんな天候でも通用しますので、うんうん、それはやはりあの基本を中心にやった方がいいんですけれども、うんうん、ただ私の場合あのそういう選手指導をやった経験もないので、うんうん、ちょっとあの申し訳ないですけども<あ>その詳しくはお話できません。それがわかるだけでもめちゃくちゃありがたいです。はい、ありがとうございます。審判法とかですね。審判資格をと であればその辺に関してはちょっとお案内できるかなとはいありがとうございますいずれあとですね私がテレビ派なのかラジオ派なのかというようなこともそうそうサッカーとは全く関係ないですけど純粋にただ高尾さんであの、そうす。あ、これも答えていただけるんですか特にこだわりはないんですがはい この F. M. 技能案さん含めて、コミュニティ F. M. を知ったきっかけをちょっとお話ししようかなと、うんあ。ぜひ聞きたいです。で次の多分質問とも、関連してるんですが。はい。最初、あの、ミラクルシティ講座という映画の作品があって。はい。はい、それの監督の平和和弘監督が。番宣、はい、というのか宣伝というのか。な何年前ぐらいでした。あれ、二年ぐらい前ですかね。あ、そうなんですね。で、えー、別な局の F. M. 読谷さん,、うん。はい。はい。で。 ちょうど番宣をすると、はい、でつい、えー、インスタグラムかなうん、うん、それで「見てくださいね」とかっていうのがあってインスタライブもするからと、はいはい、でその時にちょうどパーソナリティをされていたのががねこまよさん,うん、うん、この「マイオアシス」月曜日担当のその時に初めてコミュニティ FM の存在を はっきりと知ったんですね。<ー>それまでは東京からですか。はい。えー、それまでは某くもじの曲とかを聞いてまして、はいはい、それでそういう平監督のおかげで F.M. ギノワン講座とか各地の F.M. 曲を知ったと。はいはい、あ、そ,うんうん、そこから F.M. 曲にはまりまして、<ー>くもじはほぼ聞いてない。<laughs> 拍手のなじみ、いや、怒られた。ということで、本当にもう90%、笛むぎのまん、こざ読みたなどの曲をいてます、見てます。なんていうんですかはまった理由とかっていうのは、なんかどういったことが。簡単に言うと、まずパーソナリティさんのガネコマヨさんと、 平和弘監督の対談というか、うん、そこからはまりまして、うんはい、でツイキャスというシステムを使っているじゃないですかそうすると瞬時に双方向でやり取りができるというのもあって非常にこう,うまくはまってしまったという自分が。なるほどあそっかコメントをされてリアルタイムに帰ってきたりとか。とかこういこう 双方向、あのう、瞬時にできるような感じですかね。あ、それも聞きたかったんですよ。高保さん、もうめちゃくちゃコメントをたくさん入れ、入れられてるじゃないですか。あの瞬時というか、こう、言っていいのかな。例えば、お仕事されながら、とかもあるんですよね。それはね、あの言ったらまずいですか。まあ、あの隠れて。すみません。あ、そうなんですね。まあ。 ちょちょんとやってますね。<ー>休みの日はもっぱらもうツイキャス付けが多いんですけれども。はい。まあでもあのなんか自分自身がすごく生き生きとできる、うん。あ、素材かなと。そうなんですね。はい、で、パーソナリティのこう集まる会とかで、あの皆さんも高保さんのこと大体皆さん知ってらっしゃるんですね。はい。なので、はい。なんかもうだからすごいなんていうんですかね、こう FM のこのえっ、ー、とラジオ。 の方を聞いてらっしゃるんだなっていう風な感じで、はい、そう今日それをいろいろ逆に聞き,、はい、聞きたかったんですよね。もうあのー、ナゲトロさんからは、はい、高坊さん、そんな時間どこやるんだとかって、ね、そうそうよく伝わるんですけども本、本当にそう思います。まあ、時間はあるので <laughs> という言い方です。あの <laughs> そう、わりかし時間としてはあるんですね。<laughs> なんなんでか知らないですけども。そうなんですね。はいまあ、こう。 なんか聞いあともう一つあいいですか、はいろいろ聞いていい,いいですか、はい、あなんかすいません私が逆質問でガンガン聞いちゃってるんですがこういう会なのでいいですか、はい、<laughs> なんかこう東京から、はい、あのこう聞いてるじゃないですか、はい、例えば今だと東京のこう気温とか沖縄の気温とかってこう、はい、違うっていう感じも、はい、なんかまたそういったのもどんな感覚で聞いてらっしゃるのかなっていうのが。 気温の感覚天候の感感覚覚天候なんかこうやっぱ場所が違う、えーあまあ、そうですね沖縄から東京のラジオを聞くような感じかもしれないんですけど、うん、なんかいつもどんなかん感じで,こううで、ね、聞いてらっしゃるのかなっていうのが。あの沖縄を身近に感じられる、うんまあ、自分のふるさとでもあるので、うん、今までは在京の、ね、TBS やら文化放送やらいろいろあるんですけどもなんかやっとこう。 ラジコの,あのエリアフリーが誕生してからやっとこうなんか地元への密着というか久しぶりの再会というかそういうのができて以来もう在京の曲は聴いてないんですよああそうなんですね,そそねあそっかなるほどそっかふるさとっていうかあの国境で、はい、な南部の方ですかあの出身は那覇ですあ那覇の方なんですね、はい、あ,じゃあその沖縄思い出しながらいろいろそうですねやっぱりあの ラジコのおかげですね今まで関東圏しか聞けなかったんですけども、うんはい、エリアフリーというシステムができて、まあ、課金、うん、まあ300いくらなんですけどもうん、うん、それで久しぶりに沖縄のラジオが聞けてそれからなんか自分の体がすごいなんか血が巡ったじゃないですけどもう,そうあ、ふるさとっていいなって思って聞いていて「うん、でミラクルシティコザで、うん」で FM 曲を聞いてからもうどハまり中でもます。 2年も,も,う、ね、もう全然なんかず、もっと67年ぐらいあのこうリスナーとして、はい、こう最初からいらっしゃる感じだったのかなと実質は2年ですよね、やはりは<ー>ラジオ部はもっと前からなんですけどもはいでも宜野湾さん、講座さん含めてうんそ2年で読みどんとかも,もう一緒に聞かれているみたいな感じなんですね。 読売さんの方ですと、まちのガネコさんのマヨさんの会とかが主体、はい、主ですけれどもあ,あれナルトラさんとかは、ナルトラさんはここ水曜日あだいたいに読たい日曜日はですね試合が多いので、そうなんですね。あじゃあもうほとんど日曜日はあのこう試合で、試合か仕事、うん、で休みの時は聞いてるんですけれども、<っ>読売さん、あじゃあ休みの時はラジオ聞かれてっていう方うです、ね、じゃ。 あのだいたい、もうラジオに、あのこう出没してない時には、あの試合か。そうですね。試合か仕事か。もういつやまあ、いつ別で休んでるんですかっていう。まあ、ツイキャスやってる時は休暇みたいな。あ、そっか。うん、そうなんですね。う大体、日曜日は本当にもう仕事。が入ると、ほぼもう聞けないし。聞いてても、内緒でイヤホンだけなんですけども、ね。すごい。試合の時は絶対聞けないですけど。聞きながらやりませんので。<laughs> そう、なので、まあ、夕方。うん からこう集まりっていうのが多くて、はい、そうするとまあ。ナルトラさんの番組もギリギリだし、まマヨさんの番組はほぼもう途中までしか聞けないとかって感じでうへそう。でもまあツイキャス楽しいですね。そうですね、はい、あのいえ、本当に私もツイキャス、私はこっちに入ってからパーソナリティになってからツイキャスしたんですけど。うん、こんなに楽しいものだとは。でちょっと今日ですね、あの。 審判つつ道具も、ね、ちょっととご案内ししようかと思いましてで1つがです、ね、笛です、えー、と私、2つ今、引っ掛けているんですけれども、これがあのモルテン社製という会社のメーカーの,その笛で、バルキーンという笛で、今、ほぼ多くの人が、多くの審判員がもう使っている笛です、非常にあの高音と低音の,その2つの音域があって、それでいい音が出ます。

後ろの方にですねこうにシールがあってあってチーム名と時間、番号、理由が書けるようになってました。鉛筆で書いて消しゴムで消せて何度でも使いますなるほど、はい、あ高坊さんあの、この緑のカードって何ですかこのグリーンカードというカードなんですけれれどもこが U12、まあ、小学生以下の年代の試合の時に、うん、要にフェアプレーとかあとリスペクトの精神を啓蒙するために作られたカードで 例えばまあボールが遠くへ飛んでいったから拾ってあげましたよとかうん、うん、あとまあ相手選手は転んで立ち上がれないので手を差し伸べましたとかそういったことをするとグリーンカードを出しますなるほどただ、そのグリーンカードがあんまりこうチームにも監督にも浸透されていないようでうなかなかこう出されるときょとんとしたりとか監督をなんだっていうこともありますうんうんなるほどです。 そうなので大体試合終了後に両チームに頑張りましたねということで出したりすることがまあ,多いですありがとうございますであと審判の記録カードがありまして<ー>、まあ、こういった審判ケースに入れて使っていますであとトス用のコインというのがありましてこれで出た面で、えー、どちらのチームかがキックオフをするボールを蹴るまたはどちらの陣地を選択するというのをこのコインで決めます。別にあの 特別なコインではなくてあの500円硬貨でも10円でも何でもスロットマシーンの効果でも何でも構いません要はあの2面作れればいいのでこれでこうトスして出た目でこう選択していくということでとこれ今まであのセレモニーとかがあった時に、まあ、その例えば市長さんとか有名人とかがやったりすることがあったんですもう競技規則で明確に主審が行うということに書かれてしまったので。 もう今主審だけが行うということになっています。あと、まあ、副審が用いるフラッグもあるんですけれども、うん、ちょっと持って帰るの大変だったので <laughs>、それは置いてきました、はいで。あとゲームセンターとかゴルフ場とかでよくあるような鉛筆ですね、こういったもの、何でもいいです、あのシャーペンでもいいし、ボールペンでも何でもいいので、そういったものも使います。うん、うん で、今、今日、私が着ているもの、これがあの。昨年から今年にかけての。まあ、レフェリーウェアの最新版です。うん、なるほど、まあ。ちょっと今回収録もあるので、着てきました。<ー>まあ、普段は、あの、別な。ウェアを着てたりもするんですけども、うん、ちょっと今日は特別に。着させていただきました。うんうん、なるほど。あ、あ。アディダスだって入ってま、ね。そうですね。は、ま、い、あ。お、佐江ちゃん、さん、ご存知で、さすがです。<laughs> そうです。 あ、コメント、コメントも来てるんですね。今日はなんか収録でつけていただきました。ああ、あ、気づかなかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど。あ、初のツイキャスです。そうなんですね。収録ではもうユーチューブのみでしたので、今日はもうスペシャルでございます。なるほど。はい。そう、今日はシャツだけです。あのパンツとソックスは持ってきてないので。あ、暑さ対策とかは。暑さ対策はですね。あの。 冷却のミストみたいなのをかけたりとか、うん、ああ、審判の方も大変ですよねなんか炎天下の中本当炎天下は、ね、やるべきじゃないですうそうですよね帽子もかぶれないですもんね帽子もかぶれないまあでもかぶりたいですね本当そうですよね、うんうん、であとあの WGDP というあの湿球温度計というのがありまして<ー>それであの測るんですね、うん、で、それで一定の温度になるとお飲水タイムを入れる、うん、あるいはクーリングブレークを入れる っていうのがあって、うん、確か31度以上だと試合をすべきではないというなんか規定があって例えば28度以上だと多分飲水を入れたりとかするんだと思うよったす記憶がありますああ、そう良かったです良かったですそういう基準があってほっとしました、ね、<laughs> 子供さんもね、シニアもそうなんですけどもあまり日中はねお勧めしないですねう、はい、うん、うん。ね、もう社会人でも倒れそうですもん そうですよね今、特に本当に熱中症とかもあってうう空気をすると、ね、サウナ室にいるみたいですあ<っ>熱風が入ってそう,そうですよねまたあのコートの靴も、ねうん、熱くなってっすぐ、ね、その体力奪われますあじゃあ、もう黒だったら特に大変じゃないですだから、ね、ただあまりもう文句言えないですけども僕の所属している協会は、ね、黒を着ないと嫌が中をされます。えー <laughs> 僕は黄色とかね、<laughs> うんうん、グリーンとかに期待ですよ。ありますよね。はい。でも黒を主体にしてくださいということで。<ー>はい、なるほど。で、まあ、そろそろ、こう、エンディングの時間になってきましたけれども。はい。はい、まあ、あの、次回からですね。えー、また。本編と言いましょうか。あの、ルールのことに関して、また。お話ししてまいります。で、この番組ではですね。えー、リッスンラジオやマイチューナーラジオでお聞きいただけますし。えー、番組。 ちょっと下手な制作でこうなかなか上手に作れないんですけれども皆さんの参考になればなというふうに考えて作っておりますので,でまたご意見ご感想ありましたらぜひ番組までメールを送ってくださいえそうしていただければいろいろとお答えしたりなんかコメントしてまいりますのでよろしくお願いいたします。 かなこさんからも来てますね。ありがとうございます。かなこさんありござい星三ついただきましたね。まあ、日本もね、これから頑張って、まあ、ワールドカップではですね。いい成績を上げてほしいベストエイトの壁を越えていただきたい。そのためにも審判会も、審判の地位向上をぜひこう。図ってほしいなと、サッカー協会には。声をちっちゃくしてお願いしたいです。 大き,はい、大きくではないですね。大きくじゃない。そこまでの何の存在でもないので、<laughs> ただね会社とか社会においてもね審判の地位というのは非常に低いです。なのでもう少しこう,う選手だけではなくて審判へのリスペクトと言いましょうかですね。すね確かに、ね。していただけるともっと競技レベルも上がるのではないかと思っております。<ー>野球もですよね。そうですね。そうです。そうですね。私もす、はい、どの競技もそうです。すご,すごい今日あの審判について勉強になりました。はい、ありがとうございます。 いやです、ね、別そろそろ、まあ、終わりになりますので、うん、本日はこのスペシャルな会以上で終了といたします。咲子さん、はい、ありがとうございます。えー、こちらこそ、ありがとうございましたまたよろしくお願いします。はい、こちらこそ、よろしくお願いします。はい、では、本日はこれで終了いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか。イスキャスユーチューブはもう少し、はい、いけそうなので。あ、そうなんですね。はい すごい高ボススペシャルすごいあ請求書はやっぱり皆さん聞いてらっしゃいますね。ありがとうございます。ます埼玉のゴーさんね、ジョーさんってたまに言われるんですよ。あジョーさん。<laughs> さんゴーカオリンっていうパーソナリティがいるんです、はい。はいはい。なぜかねゴーと言えないでジョージョーさんって聞いててなんかすごい面白い。<laughs> なるほど。なぜかゴーじゃなくてジョー。 せめてツヨさんで間違えていですねそう,そうです <laughs> 本当にそうですねギョウギョウだいうかあ、ね、発音のんかかなとか聞いてみたんですなんかギョウですみたいなだいたいみんなツヨって間違えるんですけどもそうですよねせめてそこで間違えてほしか ねえー、こちらこそも本当にお声をかけていただいて光栄でした。